ということで、こんにちは、ブルーホスです。ということで、今回からやってまいりましょうか。星のカービィ64。ということで、ものすごくテンポのいいね、オープニングがスタートしたということなんですけれども、まあ、ファイブセレクトということで、スタートやっていきましょうか。カビのコピー能力の使い方を知ってるか知らないかで言うと、めっちゃ知ってる。めっちゃ知ってたわ。もう見ない。ということで、オープニングがスタートですね。で、この星のカービィが、あれですね、3D スティックの方じゃなくて十字キーの方を使うから、ちょっとね、このプロコンの位置があれなんだけど、まあなんとかちょっと、まあステージを重ねるごとに慣れていこうかなというところで、この女の子の名前何だったっけ？なんか、あれだね、もう、ちょっと忘れたからポニョでいいや、ポニョ。はい。で、まあ、これに関しては完全クリア、100% の順位を目指してやっていこうかなと思って。まあ何が起こったかっていうと、星にあった、なんかこのクリスタルが、こうね、襲われそうになってこの子に託してこう女王様を逃がしたんだけど、まあ、残念ながらねなんか出てきた変態野郎どもに追いつかれてしまって捕まってでボコボコにされちゃったから、カービィに助けてヘルプミーっていうのをねこうやっていくっていう感じですね。チャ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 おう、ふい。で、これは何だっけ？やか。これ、痛い。これいらないし。で、このコースで、戻った、いるー。めっちゃいるー。なんかね、こう、組み合わせられるっていうのも多分ね、星のカービィの中でも、あっつーなんじゃないかなぁ。だったんじゃないかな、この曲は。ここは大概に、いいことですね。で、こう、で、やっぱね、なんかね、コード系がかっこいいっすよね。これなんかなんだっけ、クラウドの持ってるさ、バスタ、なんとかバスタ。僕、ごめん、FF7 はあれしか見てないからわかんない。なんだっけ、アドベントチルドにしか見てないからわかんない。で、まぁ、これをね、各ステージ3つあるから、それを全部集めていくっていうのが今回の目的っていうことです。でも全部集めてないと、まあ、ネタバレになっちゃうんだけど、まあ、今更この作品を知らない人もいないかなと思うからあえて言うけど、なんだっけ、ラストボスに会うことができないんですよね。全部この今のクリスタルを 100% 集めた状態でラストボスの一個手前のボスを倒しに行かないと、まあ、ラストボスにすら会えないぜっていうそういう感じになっちゃうよっていうことですね。ほい、全部の、あれ全部取ったって、全部取ったってどういうことか分かんねえんだけどな。なかなかシビアな仕様かもしれない。なんか、壊す気がないのに壊してる。ちなみに、さっきからなんか、チェッチェ出てきて、星あれ何やねんっていう話なんやけど、あれはゲットしておくと、トータルで30個分集まると、あれを30個分貯めると、なんか横にさ2とか出てるあれがこう残機数ってマリオでいうとこのキノコ数ですね。あれがこうなるっていうところ、あれがアップするで下手くそだな。ただまあいいや、もういいや、ということで、花火ちゃんのミサイルかな。はい、ということで、いつもだったらね敵キャラでよく出てくるワドル D なんですけどもね、今回はねちょっとねまあまあ重要なキャラポジで出てくるというお話になってますけど、今の絶対見えとったよ。今回のこのなんか目玉びっくりギョロメちゃんが今回の敵っていう感じですね。こいつ一体何だったっけな、なんか忘れちゃったな。人に寄生するから、なんだろう、山中イノってでもいいか。山中イノがこう入ったらいつものワドルディがおめめパッチリ雨あられってことで、こちらはね、溶けてる間に発射発射、なかなか使わねえな。おいちょいちょい、危ない危ない危ない、かわいいな。タンコブできてる、かわいい。くるくる、いてやりよるわ、やりよるわ。はい、おしまいです。で、ラストの出てきたね。なんか今、なんかすげえ一瞬画面恐らく乱れなかった、大丈夫。
ということで、はい、仲間をまず一人ゲットしましたということで、これで、とりあえず3つゲットでございますね。はい、一緒に行くよーって、進めるよーって言って、おいら、いつも敵なのに、仕方ねえな、今回だけは力貸してやるよーということで、俺、サンキー、モンキー D なんとか、みたいな。で、これを毎回ね、こうやるんですけど、カードが欲しい。あー、ちょっとこれカードダメだな。しかも何もゲットできなかった。泣きじゃくりしまったな。まあ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 。まあまあまあ。ということでさ、今度は秋ステージでございますね。で、なんか、時々、その、なんかね、壁っぽい、壁とか床とかが、なんかね、あの、色が出てくるやつ、うってぇなんやろうね。で、なんかですね、ピュー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 っていうので出てくるのがあるんですけど、それって何かっていうと、その色をした、敵を吸い込んだ状態のコピー能力を使うことによって破壊することができまんねんでっていう、そういう感じですね。ということで、はい。全空です。注入。何かわかる人いるかな？え、絞れなんか歪んでるね。絞れなの役をやってるのかな？なんか忘れちゃったけど、とりあえずあの AV 女優がね、敵役のとか敵の中のそのあれなんて言ったらね、ヒロインじゃないよな、まあ、とりあえずあのラスボスの娘なんです、娘のクローンみたいな、まあまあ、あのみんな多分何の話してんのってなってるから、一旦ムシムシ、くる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 で、ちょっと待って、ね、何、あ、ちょ、危ない危ない、こちら危ないんだよ、上を破壊するのに何が必要だったのかがちょっと覚えてないから、ね、この、ここのステージの、あ、ちょっと味方同士でやり合ってみた。とりあえず、クリスです。このステージで壊さなきゃ、おーおー、復活してるのが早い。あ、早速あれですね、味方になってくれた、ウェアドル D ちゃんが、こうやってピッて。ああ、行こうぜ、行こうぜ。ああ、タイミングよくこう、ジャンプして、前までやったマリオカート人のマリオパーティーの、グルリューパーカクローのコインみたいに、ダーン、ジャーン、ジャーン、ジャンピッと。もう一個取ろうぜ、ズンズズン。もう一個取ろうぜ、ズンズズン。もう一個取ろうぜ、ダンダダン。もう一個取ろうぜ、ズンズズン。ってことで、はい、これを置いてって、取ったところで、さあ、急いで帰れ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 。ああ、ちょっと楽がしたいね。他のカービィの作品と違ってね、残念ながら、あの、あれなんすよ。おお、これであれだね、全部溜まったね。残念ながら、おお、ちょ、これで、あ、これであれだね。あ、じゃあ、あれだ、壊すやつないんだ。残念なことに、ジャンプ、ホバリングって言ったらいいのかな、あれの制限があるゲームなんですよね、残念ながらね。うん。だから、落ちないように気をつけなきゃいけない。ということで、この子は何だったっけ、アドルディ、アドルディじゃねえよ、ワドルディみたいな人だ。何だったっけな、名前忘れちゃったよ。とにかく、唯一の、なんかロリキャラって言ったらあれだな。うん。まあ、また山中いのに、犯されちゃいました。山中いのが犯されちゃいました。手がいろいろ出てくる。ここで、まずは、カッカッカッしているのを、よく見せてください。中身に入ってるやつ。あ、マクロクロスケ出てる。違ったわ。どっちかというとあれだったね。エンガチョ。ちょっと待って、お子様に見せることはできません。YouTube の正常、これを見せることはできませんっていう、なんかあれだったの。ということで、最後にね、きれい、私の作品全部壊しなくて、芸術は爆発だ。いや、じゃあ、まだだったわ。めっちゃ怒ってる。なんか、それ怒ってる。顔膨らませてるの、逆に可愛さが出てくる。君もこうなったら、私が直接殴り込んでいかないんだよね。殴り込んでいかないんですよね。まだまだ私の出番だよって感じ。で、どこ行くして、あったみたいな。はい、潰してやる。もう分かったよ、こうなったらーと思ったら、あ、何しに来たんですか。あれだね、見るも無残な姿になっちゃったので、ちょっと画面外に行っていただいてもよろしいでしょうかって感じで、どっか行っちゃったって感じか。はい、ということで、山中いのから普通のね、なんだったっけ、この子。
あーから始まった気がするんだけどな。違ったらごめんなさい。あーじゃなかったら申し訳ない。ということで、ハイタッチ、イェイイェイって、バトルで君何もしてないけどな。はい、ついていくよーって。私も、なんかよくわかんないけど、宇宙を救う旅だったら喜んでいきますって。って、うんうん。そうなんだよ。宇宙なんだよ。宇宙なんだよ。行こう行こうって。よし、さあ、行きましょう。ということで。次。よいしょ。あ、ちょ。待て。あれだな。ヘドが出るほど下手すぎる。まあ、いくか。いけるでしょう。オッケー。ということで、3ってことで。てん。魔法の数字でいきましょう。てさ、あの立派ななんか砦のようなお城のようななんかよくわからない作りのものに関してはういういこれ強いな、これは岩の実ってなんかあったかこうやってさおー、危ないよし、こればっか使ってもね、面白くないよね。まあ結局は全部の、あ、じゃあこれ起動数もあったかな。結局、なんだっけ全部のね、技って、コピー能力を使わないと、まあ、あれを集めきることができないですね。あれなんだっけ、じゃあ、何が違うの、何が、しゃがんでれば全く当たることはないんだよね。何をこうブーメランとして出してたの、すごいよね。あー、やめてよ、して触らないで、赤がつく、危ねえ、神回避、これいけないんだ。ねえ、あのね、ラスボスよりもこいつの方が強いからね、あの無敵だからさ。こっちは何かあった、戻ります。あー、いらない、無敵になれるわけではない。えい、確かこれ買ってよかったんだ。2個使ったらいいから、あっ、ででかいんです。やっぱりね、サイズで勝負しなきゃいけないからね。でもあんまり大きすぎてもね、女の子いたいって中から出てくるのは単なるペンギン野郎だっていいんだよ。カービィってでも宇宙の、なんだろう、宇宙生物の設定じゃなかった。さっきさ、アニメのさ、星のカービィやってたじゃないですか。あれなんでカービィ走らせなかった、じゃあ、食べれるようにしなかったんだろうねって。コロコロコミックにあったカービィみたいになんかちょっとドッキャラみたいな感じであれやったら面白かったかなって。そうじゃなかったんだよね、多分。じゃあ、行こうか。どうしよっかな。このまま行ってもいいんだけど、バイク使う。はい、で、こいつをちょっと使ったのいいの、おーおーおー、危ない、あー、下手くそっちゃな。このままではまたカッターカッターになってしまうのではないか。カッターがカッターにならないです。よし、うんうん、あおち、あ、カッターカッターにもすらもできなかった。で、登ってって、カービィでエロいとか言ってるんだけど、本当、頭にエロいとしか言いようがないよって言って、あ、俺のことなんですね。行こう。そう。で、これをね、登っていこうって言うと、なんか下から来るんじゃなかったりとか、いつ何なんだろう、マジで。わかんないー。よいしょ。とりあえず、じゃあ、あれだな。水タイプで来る、デレレ大王に対して、逆転の炎タイプで挑むという、ギャップでね、ギャップをついたときは逆にギャップをつかれることになるけど、あれ欲しい、あげねえよーって、なんかちょっとね、松丸くんと被るよね、キャラ。さてさて、今回の新天神の術をするのは、お前だー、うげー、真っ黒クロスキーだ。さあ、どうぞ。いつもやられとるんだ、わしは。クラック、おう、なんで止まんのかい。あ、終わり、あ、やばい、ついに宙に浮く能力を見せた。ケイ、さあこれで、
おめえ一番何もしてねえな。ワドルディと絵描き歌、まあもういいや、もう分かんないかも、もうピカソでいいや、ピカソ、はい、あ、ピカソ、そうだな、ゴッホって言ったらなんかちょっと重々しい感じの絵になってる、行かれてる、行かれてるよって、まあ、ワドルディ部下だからな、部下に託されてな、行くって言ったら悔しいな、わしを寄生したやつは許せんっつって、さあ行こうか、お、あ、そっちかよ、いやダメだな、そしてデデデのお肉美味しそうだな。よし、じゃあ、ラストね、ここのボスをぶちのめしてね、まあ、やっぱりね、草タイプの、草タイプのボスだから、やっぱりこう、やれるだけのことはやっぱり、おーおーおー、痛い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 、草タイプ、草タイプのボスだから、火を止めます。ちょっと、あ、無理だ、全然、全然やらない。ねえ、これ、あれだっけ、ジュニアだったっけ、子供なんだっけ、こいつのね。ジュニアだったっけ、それはね、やられたら、いい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 いはね、まあ3回っていうことがあるので、うん、まあちょっと出たらいいですね、一発をメイキングされた、あーまたまたやられた、あ、なんかちょっとあれだね、気持ち普通のステージで出てくるやつよりも大きめな気がするけど、やっぱまあボスだけあるよね、ということで、第1のスターですね、ポップスターかな、変わらねえポップスター、君にも待つっていうやつをねクリアすることができましたですで、なんかよくわかんないけど、なんか潰れちゃったスターがありますので、それをね、今度は解放しに行こうと思います、ね、まあ、なんかこれ一個一個そのボスを倒すことによって次に進むことができる、滅びたスターのスターとして滅びてるんですよ、ね、はい、ということでね、星のカービィは、まあ、レベル2でだいたいレベル6まであったか、だいたいじゃない、レベル6まであったから、そこをクリアするまでっていうのをやっていきましょう。ただ道中ね、どうしてもね、別のステージから拾ってこなきゃいけない武器能力とかもあった気がするんで、それちょっと全然覚えてないから、まあ、ちょっと縛りとして絶対攻略サイトを見ないっていうことで頑張っていこうかなっていうふうに思っておりますので、そうなったらね、なんか、パートが分かれたりするんですけど、まあね、懐かしんでぜひご覧いただけたらというふうに思います。ということで、こちらのカービィ64、アクワン、ご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたします。チャンネル登録もよろしく。ではまた。チャオ。